今日は135ページについてお話しします。自分を変えるとなぜか他人が変わるということが書かれていますよね。これはちょっと深いんですよ。皆さんはまだこれをやったことがなければ、自分が変わったから態度や言葉に表れて相手が変わったんだろうと普通思うと思うんです。一般的な心理学はそのように考えます。でもフラクタル心理学では全く違う構造でそう考えているんです。つまり他人はあなたの鏡であって実体がないというふうに考えるんです。これわかりますか？一般的な心理学はどう考えているかというと、他人は他人として存在している、そしてあなたの性格が悪かったから他人はそれに対して反応していたんだ、つまりあなたが何か意地悪をするから相手が意地悪を返していたというふうに考えるんですね。でもフラクタル心理学は全く違う考え方をしているんです。あなたが例えば自分の家族に対して何か意地悪をしているとしますよね。そして会社の同僚 A さんに対してあなたはとってもいい感じで接している、なのに A さんはあなたに対してなんだか嫌な言い方をする、こういうこと体験したことはないですか？あなたは何にも A さんに悪く思っていないのに、おかしいなって思っているかもしれません。そういう時にあなたの態度が悪いから A さんがそうなんですって言われてもピンとこないですよね。結局相手に実態があると思う考え方では限界があるんです。フラクタル心理学では A さんというのはあなたが家族に対してしている態度、それの鏡であるというふうに考えるんですね。ですから A さん自体に独自の性格があるわけではないし、 A さん自体が何かを考えてあなたを貶めようとしているわけではないと考えるんです。つまり本当に鏡なんです。その鏡はあなたが A さんに何かしたから現れたのではなくて、あなたが自分の家族にしていることが映ってるんだと考えるんですよ。ですからあなたが直すべきは A さんに対する態度ではなくて家族に対する態度です。これを変えれば自動的に A さんが変わるということを言ってるんです。わかりましたか？もう一度まとめますね。 A さんがあなたに意地悪な態度をするのはあなたが A さんに何かしたわけではありません。そうではなくてあなたが家族に何かした態度が鏡として A さんに映るんです。 A さんに実態があるのではなくて鏡としてあなたの態度が映っているということです。ですから A さんに何かしても A さんは変わりません。あなたが家族に対する態度を改めることで鏡として映っている A さんの態度が変わるということなんです。ではまた次回。